こんにちは。ドラム講師の森田亮太です。本日は質問いただきました。ドラムのことが好きでもないし楽しいと思ったことも少ないのにドラムをやっています。こう思ってしまうってことはやめ時なんでしょうか。バンドをたくさん組んでうまくいかずメンバーの活躍を見て悔しい、頑張ろうって思ってたんですがその気持ちもなくなりましたっていうことなんですけど、まあ、この質問のねキーワードは、まあ、悔しい、頑張ろうって思ってたけど、まあ、その気持ちもなくなったっていうことだと思うんですよね。まあ、人によっては、まあ、悔しさっていうのをエネルギーにして、まあ、爆発的なねこう力をつけてでどん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 上にのし上がっていくっていう人はいると思うんですけど、あの悔しい気持ちっていうのはこう悔しい悔しいって思って頑張ってきてもふとねもういいかなって思った時にそのねこうエネルギーが燃え尽きてしまったりする可能性があるんですよね。まあ、悔しさとか劣等感とかっていう気持ちっていうのは燃え尽きてしまう可能性があるんですよね。もういいかなってこう自分で諦める瞬間っていうのもまあそうかもしれないし、目標を達成した時、例えば悔しさをエネルギーに頑張って目標を達成しちゃうと悔しさの対象がなくなるので、まあ、燃え尽きてしまってで目標を見失っちゃうっていうのもあると思います。まあ、劣等感とか悔しさっていうのは誰にでもあると思うし、で、それをなんかプラスの方向に使うのか、こう負けてられへんぞってプラスの方向に使うのか、もう自分なんかもうダメだって思ってマイナスの方向に使うのかで成長を後押ししたりとかね、成長がこう止まってしまったりとか、なんかそういうことになってしまう。まあ、悔しさ、劣等感っていうのは、やはりね、燃え尽きてしまいやすい燃料なのかなとは思いますね。燃え尽きにくい燃料っていうのは何かというと、やはりね、楽しさだと思いますね。その楽しいって思う気持ちとか、もっとやりたいって思う気持ちが、やっぱりこう、モチベーションになって、で、成長もこう、促すし、こう、ずっと長く続けていける、秘訣なのかなと思います。ドラムをやっていく上で、楽しいって思う瞬間っていうのが、まあ今までこう、できなかったことができるようになったりとか、まあライブとかね、その発表会とかで、まあ緊張してる状態とかで、まあその課題をクリアした時とか、あとなんかまあそのライブで盛り上がってくれた時とか、ドラムすごいねって褒めてくれたりとかした時とかね。なんかそういう自分のやってたことが間違いじゃなかったって認めてもらえた時っていうのは、ああ、楽しいなって、やってよかったなって思えたりすると思うんですよね。で、やっぱその楽しさを感じるためには、やっぱりこう積極的に行動して、いろんなことにチャレンジをして、で、いろんなことを経験して、こう成功体験をこうどん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 こう積み重ねていくみたいな、なんかそういうことっていうのが、やはり大事になってくるんじゃないかなと思います。楽しさっていうのをね、ちょっと先にあるんですよね。こうドラムを始めた時っていうのは、まあできないことも多いし、まあなかなかこう楽しいって思えることも少ないと思うんですけど、例えばこういろんなことができるようになって、まあ早い曲も叩けるようになったりとか、まあいろんなフレーズを叩けるようになったりとか、セッション行けるようになったりとかした時に、こうできることが増えていくと、まあ世界が広がるので、もっと楽しいと思えるんですよね。ドラムを始めて1年目の時よりも、10年目の時の方がやっぱり楽しかったりするんですよ。で、10年目の時より20年目の時の方ができることも増えて楽しくなってきたりとかすると思うので、楽しさっていうのはやっぱちょっと先にあるので、それを感じるためには、やはりこういろんなことを積極的にこうチャレンジして、で、行動してね、まあ、経験していくっていうのは大事になってくると思います。で、ドラムってね、運動性記憶って言って、体で覚えてることなんですよね。なので、ドラムをやめたからといって、ドラムを叩けなくなることはないんですよね。だから、やめる、やめないの二択じゃなくて、ドラムを叩けるっていうのは、結構大きな武器だと思うんですよね。こう、会話みたいなもんで、外国に行っても、そのドラムを叩いたら友達ができたりとかもするし、なんか自分を表現できる、こう、武器になると思うので、だからまたこうね、叩きたいと思った時に、やめる、やめないの二択ではなく、まあ、叩きたいと思った時に、やりたいなと思った時に、また、ふとね、やってみるっていうのもいいと思うし、いろんな楽しみ方の形があると思うので、まあ、自分らしくね、自分なりに楽しんでいけるといいんじゃないでしょうか。はい、そんな感じで、本日もありがとうございました。さよなら。